れでモンドの元素の流れも地脈の循環騎士団に戻ってみるか。もちろん、そうだ、四風守護の神殿で今後も入手するかもしれないけど。行ってみようか。冒険者協会へようこそ。観察？いえいえ、あなたから。彼女と一緒でも冒険家。早速。待って、安心してください。つまり協会に入っ、とにかくこれは協会からし。入会を、これはあなたの冒険新人、これには会員の、それと冒険ランクが上がりにくいと、その時は飲酒、冒険ラン、今はまだでは頑張ってく。漁師と、やわらたまね、よし、さすまち。
まずい、これはまずいこと。おお、旅人、凡人を助けるため。うわ、なんかムカムカする。そりゃちょうどよ。実は騎士団のやつらだから、ここじゃちょっと。そうだな、騎士団横の庭あたり。なんか怪しいな。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。何から話すか。そうだな、俺個人の過去に関わることだから。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は。へえ。いやいや、反応薄くないか。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の、昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたん。手記によると、お宝の隠し場所はお宝けどな、遺跡の所在については今。お宝ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。ふふん、金目のものなど三流の。祖父の宝は手にするだけで無敵の力を。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。神剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜。しかしあまりにも強大であった。争いを避けるため祖父は神剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配な。そりゃダメだ、悪い奴らに取られるぐらいならとにかく安心しろ。ほう、助かるぜ、くれぐれもな。なあ、どうだ、ワクワクしないか。とりあえず冒険者協会へ行って、遺跡のことなら。ぼ、そんなくだらないこ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや銀髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア、アルカディア遺跡でも情報提供ありがとうさん。ん？情報提供？めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは神剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻ってきたか、何かわかったか。冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。と？わ？いや、手に入れがたいものほど
手にした時そこでだ。俺の知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について。本当か？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り。俺も一応騎士だからな。そういう裏社会とつながりを持つ助かる。もちろん情報量についてはこちら。